この現象は精霊力の極端な低下と何か関連があるのだろうか。レイジたちはその謎を探るため、そして精霊王に会い、シャイニングブレード解放の承認を得るため、吹き荒れる吹雪をついてルーンベール領内に足を踏み入れる。風か？大丈夫か？大丈夫です。すみません。いつもならこの辺りがこのように寒くなることはないのですが。確かにこの気温の低下は尋常ではありません。この地に住むという氷の精霊王の力がおかしくなっているのではないでしょうか。アイラ様もそのようなことをおっしゃっていました。でもどうしてそのようなことが。そうですね、例えば精霊力の源である精霊王がその役目を果たせない状態にあるとか、あるいはすでに存在していないとか。存在していない？いないのか？それってまずいじゃねえか。雪姫っていうか、シャイニングブレイドを解放するには精霊王の承認とかが必要なんだろう。もしいなくなってたら承認どころじゃないぜ。精霊王の安否を確かめる方法はないのか？そうですね、確かこの国には古代種のドラゴンが住んでいるはずですね。はい、霊峰グレーシアに漂流エールブランが。古竜たちと精霊王には深い関わりがあります。ルーンベールを守護する氷の精霊王についてはエールブランに尋ねてみるのがいいでしょう。もしかしたらアイラ姫も同じように考えて行動しているのかもしれませんね。やはり北の山に何かが。霊峰グレイシアか。アイラ姫はそこで待っているんだったな。はい、山の方はここより気候が厳しく、しかも敵の勢力圏内にあります。その中にアイラ様はたった一人で。とするといずれにしても山には行かなければならないわけだな。まずやるべきことは山に近づくルートの安全確保、その上で山に登りドラゴンとアイラ姫に会う。はい、よろしくお願いいたします。よし、わかった。なら、やることは決まりだな。まずはこの辺りから敵を片付けていこうぜ。
いらっしゃい。皆様に神のご加護を。戦闘システム起動。確認。
よろしくお願いいたします。私がお手伝いを。俺には近寄らない方が。おう、行くぜ。おれや、次はドイツだ。行くわよ。開始。あたへん。ターゲットを確認。戦いを失し、よろしくお願いいたします。作戦を実行する。攻撃パターンを選択し、敵の攻撃力を奪います。敵を撃破しました。始めようか。その程度か。もっと強くなりたいです。
アメルはいつもリックと一緒にいるよな。気になる？あ、いや、気になるというか。いいっていいって、ごまかさないでも。レイジ顔に出てるよ。リックに興味津々ってね。じゃ、本当か？冗談冗談。でも知りたいってのは当たってるでしょ、リックのこと。まあ聞きたいかな。素直でよろしい。とは言うものの、私に話せることって過去の思い出くらいだけどね。いや、それはそれで興味があるけどな。そう言ってもらえると嬉しいな。何せ私の生きてた証だからね。私昔生きてた頃はパン屋さんをやってたんだけど、リックはそれを手伝ってくれてたんだ。リックがパン屋の手伝いって、なんだかイメージ結びつかないな。今の彼だとそうかもね。前はもっと温かい人だったんだよ。珍しいパンの材料を探してきてくれたり、いろんなところにパンの配達に行ってきてくれたり、リックはとても頑張ってくれたんだ。おかげですごく助かったよ。他にもね、私が失敗して真っ黒焦げにしちゃったパンを美味しい美味しいって食べてくれたり。やっぱり想像つかないな、あのリックが。あいつ自身はパンを作ったりはしなかったのか？あ、もちろんリックもパンを作るのは手伝ってくれたよ。彼の作るシンプルな味わいのミルクパン、私大好きだったな。へえ、リックがミルクパンを。なんていうか意外だな。パンを焼く姿なんて今のあいつからは想像できない。うん、そうだよ。今のリックは本当のリックじゃないんだ。とても苦しんでるんだと思う。だから助けてあげてほしい。これは多分私やエアリーじゃ無理なことだから。わかった。できるかどうかわからないけどやってみるよ。ありがとう、レイジ。あ、噂をすれば。珍しい取り合わせだな。何をしているんだ？リックって意外と優しいんだな。おい、アミル、お前何を話したんだ？それは秘密だよ。別に照れることないだろう。優しいってのはいいことじゃないか。別に俺は照れているわけでは。ねえリック、顔が赤いよ。うるさい、俺はもう行く。あ、ちょっとリック、ごめんね。レイジ、話に付き合ってくれてありがとう。じゃあまたね。リック待ってってば。リックのミルクパンか、ちょっと食べてみたいな。
っしゃい。どう？雪姫とはうまくやってる？うまくやってるって言えるのかな。相変わらず小言ばっかり言われてますけど。あらあら、それは困ったわね。でも小言が多いのは仕方ないかしら。彼女はもともと精霊なわけだし。精霊？しかも上位のね。この世界の精霊って誰でも刀に変身するんですか？いいえ、彼女は特別よ。雪姫は自分から進んで霊刀になったの。自分の意志で刀になったんですか？なんでそんなことを。それは本人に聞いてみないとわからないけど、推測するなら彼にそう頼まれたのかしらね。彼？フラントール王国の建国王よ。彼女は忠誠心がとても強いから、建国王に対してのね。建国王？よく先代はどうのこうのって雪姫が話題に出すやつですね。あら、やつなんて言っちゃいけないわ。あなたのご先祖様なんだから、もっと敬わないとね。え？彼女から聞いてないの？建国王はあなたの遠い祖先なのよ。あなたが霊刀雪姫を扱うことができるのは、建国王の血筋を受け継いでいるから。あなたは紛れもない勇者の血統の持ち主なのよ。驚いて声も出ないかしら。いや、というか。朔也さん、なぜそんなことを知ってるんですか？雪姫のことといい、俺の先祖のことといい、朔也さん、この世界に詳しすぎますよね。とても俺と同じ世界から来たとは思えない。さあ、どうしてかしらね。あなたがもっと強くなって、全てが片付いたら、その時には答えてあげられるかもしれないわ。朔也さん、ずるいですよそれ。とにかく雪姫とは仲良くね。彼女と気持ちが通じ合うことで、あなたはもっと強くなれるはずよ。はい、わかりました。けど俺は仲良くしても構わないけど、雪姫の方がなんていうか。あら、女の子と仲良くなるのはあなたの得意技でしょ。何ですかそれ。朔也さん、一体俺のことどんなやつだと思ってるんですか。さあ、どうかしらね。
着いたぞ。ここだ。ここは、あ、あんなところに猫がいる。そいつらは俺が保護した子たちだ。え、フェンリルさんが？ああ、前の戦いが終わった後、戦場に残されていた。おそらく親とはぐれたんだろう。俺が水や餌を与え、面倒を見てやっている。それがここに来た理由だ。そうだったんだ。なんだか意外だな。そうか。ああ、フェンリルさんってもっと怖い人だと思ってたよ。でも、優しい一面もあるんだな。そんな風に言われると、なんだかこそばゆいな。そこまで普段の俺とイメージが違うか？全然違うね。そうか。であれば、このことはみんなには秘密だ。え、どうして？フェンリルさんが実は優しい人だと分かったら、みんなも接しやすくなると思うんだけど。それが良くないということだ。俺はずっと兵を率いる立場に立ってきた。怖いというイメージが崩れてしまっては、みんなの気も緩むというものだろう。なるほど、確かにそうだね。だから、こいつらのことは俺とお前だけの秘密だ。いいな。わかった。と、秘密の共有ついでに一つ頼みがある。なんだ？我々がここを立つときに、こいつらを連れていくことはできない。だが、それまでの間は面倒を見るつもりだ。もし仮に俺が戦いに倒れ、餌を槍に来られなくなった時、お前が代わりにここへ来てほしいんだ。え？いや、そんな必要はないだろ。フェンリルさん強いし、倒れることなんてありえないんじゃないか？俺だって簡単にやられるつもりはない。だが、万が一も考えてということだ。それだったらいいかな。任されることにするよ。そうか、ありがとう。さてと、レイジ、まだ時間はあるか？大丈夫だけど。ならば一つ、稽古でもしないか？あ、いいね。受けて立つよ。ふん、レジ、お前は勇者なんだからな。俺ごときは軽々と超えてもらわねば困るぞ。わかった。
俺も出よう。皆様に神のご加護。俺にやらせろ。追放行動開始。戦術に、オフ。仕留めたぞ。ターゲットを確認。ここは俺がやろう。戦術に、オフ。まだ油断するな。俺にやらせろ。始めようか。俺には近寄らない方が。エアリー、吹っ飛べ！始めようか。俺のせいだ。連携も大切だ。仕留めたぞ。頼むぞ相棒。
ターゲットを確認。敵を撃破しました。
確認。連携も大切だ。敵を撃破しました。攻撃パターンを選択し、敵の攻撃力を奪います。ターゲットを撃破。俺にやらせろ。
頼むぞ相棒。絶好調だな雪姫。雪姫、次はドイツだ。私に質問？関心ね。